はい、皆さんこんばんは。あかりんこと吉田あかりです。もうね、寝る時間なんですけど、今日は夜のスキンケアについて紹介していきたいと思います。あー眠いわ。はい、じゃあまあもうこれ私今お風呂上がりで何もついていない状態なんですけれども、ここからやっていきます。で、私はですね、まあ普段は結構普通の化粧水塗って乳液塗ってみたいな、結構簡単なスキンケアしか しないんですけど、夜は次の日大事な撮影がある日だとか、ちょっと最近肌の調子良くないなって時にするスキンケアの方法を今日は紹介していきたいと思います。それではあかりの女子力動画スタートです。じゃあまずはじめにですね、コンビニとかでも100円で売ってるこのパックを着ていきたいと思います。まあ、今日は動画撮るから結構時間経っちゃったんですけど、パックはもうお風呂上がって体拭いたらもう即パックとか、もうお風呂の中で貼って出てくるぐらいの勢いで顔に貼ってもいいと思います。なんかお風呂の中で貼ることによって保湿もやっぱされやすくなるので、よいしょ。うわ、冬やのにこれ顔に貼るの冷たいな。はい、これを貼ります。密着させるように外に空気を抜く感じで貼ります。よし、こんな感じですね。これで10分放置します。まあパックなんですけど、まあ、大体5分から10分でいいと思うんですけど、なんて書いてる、まあ、パッケージには15分から20分って書いてるんですけど、あんまり長い間パックをしちゃうと、まあ、パックのシート自体が乾燥してきて、もともと顔にあった水分も一緒にこのシートが奪っていっちゃうので、あんまり長時間パックを貼ることは私はあんまりおすすめしませんね。まあじゃあせっかく時間があるので部屋着紹介しよう。はい、今日の部屋着、モコモコのパーカー1枚です。あと下に私の大好きなこのね、むくみ取りソックスを履いております。これを履くだけでね、朝全然ねむくんでないんですよ。こんな感じですね。部屋着は基本モコモコが好きかな。まあ動画やからちょっと可愛いの着てるってとこあるけど。さあ10分ぐらい経過したのでパック剥がします。うん、いいね。さあパックが終わったらですね、ちょっと聞いてもらっていいですか。最近ね、行きつけの美容院で肌審査っていうのをやってもらったんですよ。そしたらなんか私の肌圧倒的に水分と油分が少なくてちょっとやばいなと思ったので、最近ちょっと流行ってるオイルタイプの化粧水と乳液を使いたいと思います。じゃあこちらですね、ルミーシェのハリツヤローション、こちらの化粧水を普通に手に取って手になじませて肌にこう染み込ませる感じで押さえていきます。特に目の下と T ゾーンはしっかり保湿したいところですね。本当にしっかり保湿しなきゃ。なんか保湿をしないと浅いシワが増えるねんって。やわ、そんな。さあしっかり浸透しました。続いてじゃん、これはですね、体にも顔にも使える美容オイルなんですけど、普通に薬局とかで売ってるんですけど、メイクのね前とかにも使うとツヤ肌が作りやすくなったりします。こんな感じで手に取って顔全体に広げます。このオイルのベタベタ感がいいですわ。ちょっとリンパマッサージをする感じで、よし、 OK。 さあそして続いて、その先ほどのルミーシェのハリツヤジェルクリームの方ですね、乳液の方です。これを指にとって目の下、おでこ、顎と塗って全体に広げます。蓋をするような感じですね、さっきの化粧水たちを。結構ベタベタに塗って水分が逃げないように閉じ込めます。さあ持ち肌が完成しました。そして最後にですね、これも忘れちゃダメなのが、はい、ニベアのリップクリームを塗っていきたいと思います。ベタベタで蓋が開かへんぞ。あ、これを結構もう夜はたっぷりめに、クリームでも唇パックをするイメージなぐらいですね、指にとって唇にのせていきます。これもはみ出るぐらい保湿。はい、というわけで今回は夜のスキンケアの紹介をさせていただきました。もうとにかく今この季節は乾燥しちゃうので保湿という感じですね。朝起きてももうベタベタ感がまだ残ってるぐらい
保湿してもいいと思います。はい、というわけで、まあ、本当に簡単な紹介になってしまったんですけど、ぜひ参考にしてみてください。最後にですね、私 Twitter や Instagram もさせていただいているので、下にリンク貼っているのでよかったらフォローしてください。あと Twitter でハッシュタグあかりの女子力動画リクで、リクエストのリプを送っていただくと、その中からリクエストにお答えして動画いっぱい載せていきたいなと思っていますので、リクエストの方もたくさんお待ちしております。それでは今日も見てくださりありがとうございました。はぁ、やばいわ今日も。さあ寝ようかな。さあ、コンタクトも取って、メガネして、これ取って、なんか髪の毛硬いって言うけど、眠いから今日いいや。さあ寝ますわ。よいしょ、おやすみー。